大塚人参は、山梨県西厚代郡市川三里町の大塚地区で栽培されている人参である。大塚人参の品種は、国部先行大町と呼ばれるもので、群馬県高崎市の国部地区で育成され、全国に広まったものである。国部先行大町は通常では、長さが最大6 0トルほどだが、大塚地区では8 0トルから1 2 0トルに育つ。 これは、大塚地区が、数千年前の八ヶ岳噴火により、火山灰が堆積した、のっぷりと、地元で呼ばれる土壌で、肥沃な上根菜の成長を阻害する石がほとんどない、ことから、通常より長い人参が育成されるためである。大塚地区では、明治時代には、栽培が始まっていたとみられ、2000年頃には、生産農家が3軒まで減少した。市川美里が、 地域おこしの素材として注目し、品評会を開くなど PR と栽培奨励に力を入れた結果、2017年時点では50件が栽培している。深さ1メートル程度まで整備できる工作機が導入され、以前よりさらに長く育つようになった。一般的な人参と比較するとカロチンは1.5倍、リボフラビンは3倍、ビタミン C は2.3倍多く含まれている。 収穫期は12月であり、大塚地区では収穫期になると収穫祭が行われる。食材としてはそのまま調理し、炊き込みご飯や味噌汁の具材として使用されるほか、乳酸発酵させてジュースとしても出荷されている。ジュースは EC サイトや山梨県内の中央高速道路の SASA でも販売されている。大塚人参は、 地域ブランド化されており、西八代郡農業共同組合によって地域団体商標されている。ありがとうございます。